韓国サッカー代表チームがスリランカとのワールドカップ予選の試合でユサンチョル監督を追悼する。サッカー代表チームは9日午後8時、コヤン総合運動場でスリランカを相手に2 0 2 2カタールワールドカップアジア2次予選 A チ組第5戦を行う。大韓サッカー協会はアジアサッカー連盟と協議し、スリランカ戦前に電光掲示板を通じてユサンチョル監督の追悼映像を流し、黙祷を行う。 また、代表チーム選手及びスタッフは黒リボンを着用して試合に臨む。韓国サポーターの赤い悪魔は、スリランカ戦でユサンチョル監督を追悼する横断幕を掲げる。また、ユサンチョル監督が代表チームで使用した6番を追い越して、キックオフから前半6分まで応援を行わない予定だ。